お邪魔します。こんにちは。早速ですが自己紹介をお願いします。AMIAYAです。私が妹のアミです。私が姉のあやです。私の身長が160センチで、私は155センチです。誕生日が1988年の11月8日です。同じです。出身地は？出身地は静岡県の浜松市です。じゃあお邪魔します。はい、どうぞ。わあ、かわいい。ピンク。お二人のインスタのフォロワー数は？私あやが29万人です。私あみが26万8千人です。チャームポイントは？チャームポイントはあやちゃんは口元にほくろが。本当だ。ちっちゃいけど、ちっちゃいからちょっと近づかないとわかんないっていう。あみちゃんは私よりちょっと身長が高いです。なるほど。このスタジオは普段どのように使ってるんですか？このスタジオはインスタの撮影で使ったりとか、あとは YouTube の撮影で使ったりしてます。はい、映えそうですね。そうですね。めちゃめちゃ映えますね。じゃあどんどん質問させてください。はい、お願いします。活動を始めたのはいつですか？15歳。うん。これまでの経歴を教えてください。ストリートスナップから始まって、雑誌のモデルさんをやらせてもらって、あとはjouetieというブランドのクリエイティブディレクター。今。趣味や特技は何でしょう？料理することかな。地元浜松のいいところはどこですか？お祭りがあるところですかね。あとは晴れてる日が多いです。ではイギリスでお気に入りの場所は？ショーディッジっていうエリアがあって、そこのヴィンテージショップとかがたくさんあるエリアがおすすめです。好きな食べ物は？お寿司。早い。ついてきなくなってきた。おにぎりです。好きな色は？ピンク。好きなアーティストは？AMIAYAニルバーナです。私はレイニーっていうバンドが好きです。好きなブランドはどこですか？jouetie。今日の朝何召し上がりました？今日の朝は食べてないね。今日のファッションのポイントは？こう色違いのワンピースで、双子っぽさを前面にしてみました。ちなみにjouetieはどんなブランドですか？ストリートとかグランジとかロマンティックとか、そういうさまざまな要素をミックスしたこうどこにもとらわれないようなスタイルを提案したブランドです。では今日のメイクのポイントを教えてください。キャットラインと赤リップ、あとこの目頭のラインストーンはこうポイントかな。今日のネイルのポイントはどんなところでしょう？赤でラインストーンでキラキラしたネイル。カバン見せてもらえますか？今日のカバンはじゃんじゃん。私がマルニのバッグです。私がフェンディのバッグです。では今日の私物での一押しは？一押しはこれかな。私はボッテガ・ベネタのミニオレートなんですけど、もうカードも入るし小銭も入るし、さらにポケットもついてる、すごく便利なウォレットです。機能的。あやさんは？私は AirPods Pro で、このオリジナルのレザーのケースにイニシャルを刻印してます。好きな映画を教えてください。エターナルサンシャイン。私はあの頃ペニーレイントっていう映画が好きです。好きな楽曲は？グランジミュージックが好きです。最近クラシックが好きです。好きな本は何ですか？原因と結果の法則ってジェームズ・アレンさんの。インドア派かアウトドア派か。インドア派。今まで買ったものの中で一番思い入れのあるものは？アミは、初めてのお給料で買った、ジバンシーのナイチンゲールのバッグです。私は地元お祭りで使ってるラッパです。一つだけ願いが叶うとしたら。私は、魔法使いになりたいです。ずるい。ずるい。そうなんですよ。あれ、どこのだ。ずるい。生まれ変わったら何になりたいですか？生まれ変わってもまた双子になりたいです。あ、三つ子とか。三つ子とか。四つ子とか。今までで一番テンションが上がったことは何でしょう？ジェイデン・スミスのさんの、ミュージックビデオに出た時かな。私はリアーナに会った時です。小さい頃の夢教えてください。パフィー。パフィーか。はあ、一日で一緒の時間は何時間？24時間。2人のシンクロ率は何パーセントでしょう？しようとするとしなくなる。現象が起きるよね。その理由は？テレパシー。テレパシー。上京のきっかけを教えてください。やりたいことという夢があって、それを叶えたいと思ったのがきっかけで上京しました。真逆だと思うことを教えてください。恋愛とかも真逆です。え、気になる。好みとか、男性の。あやさん、え、2人が真逆だと思うこと。私は結構秘密主義です。ちなみに隠してることありますか今？あ、たくさんあります。一つだけ教えてください。でも結構同じ服とか持ってるんですけど、あれくたくたになってる方、あみちゃんのタンスに置く。ひどい。気づいてました？気づいてないです。友達といる時の自分と2人でいる時の自分の違いは？リラックス度が違うかもしれない。恋愛は自分から行きますか、相手を待ちますか？自分から行きます。一致、肉食女子ですね。肉食女子です。好きな人いたら告白する。告白します。どんな人がタイプですか？私は愛情表現をしっかりしてくれる人が好きです。私はどっちかというと、硬派な人が好き。ああ、それはもう好き。好きな人は被りませんか？いや、被ったことありますね。今は被って。ないです。今はもう結構逆な、真逆になったんですけど、昔は結構かぶってます。どっちが勝ったんですか？どっちにもこう、アプローチしてくる感じの人だったから、どっちでもいいんだってなって、そういう人はやめようっていう話になって、そう、やめました。正しいですね。よかった。お互いが結婚したら距離は変わりますか？変わらない人と結婚したいですね。あみさんのいいところ教えてください。しっかり者で、だけどちょっと天然で愛嬌があるところ。あやさんのいいところは？真面目で、情熱的で、で自由。では、あみさんにここだけは直してほしいところは？トイレットペーパーを逆側につけると。あやさんに直してほしいところはどこでしょう？お風呂場になんか自分のクレンジングオイルとか何種類も置いてて1個でいいじゃんって思ってる。1人ではなく2人だからできたことは何ですか？わー、全部ですね。今自分たちにあるもの。2人でいることの武器というのはどんな部分でしょうか？アップデートのスピードが速いかも。喧嘩した時の仲直り法を教えてください。何が謝る？あやちゃんはなかなか謝る。実は今までお互いに言ってなかった秘密ありますか？全くないですね。あ、結構ありますね。いっぱいある。どうしよう。では、座右の銘教えてください。私は健康第一です。私は幸せは自分の心が決める。年を重ねるとは？それもすらも奇跡だなって思います。一番今までで大きな壁に当たったのはいつでしょう？大きな壁がいっぱいありすぎてちょっと。でもそれを2人だから越えてこれたのかなっていうのもあります。壁に当たってしまった時の対処法は？発想の転換というか、そういうピンチの時こそそこにチャンスがあると思って、ポジティブに進んでいくことがやっぱ、ね、自分たちにとっては良かったかな、うん、ピンチはチャンスっていう言葉を信じてます、うん、人生のターニングポイントとなったのはいつでしょう？ミラノのショーに初めて行った時がきっかけで、うん、ピンクの髪の毛に2人揃えたのが一番こう今の自分たちのスタイルになったポイントというかきっかけかな、うん、これまでで一番思い出深い仕事はどれですか？H&M モスキーノの海外のキャンペーンを獲得、うん、その仕事を取った時が一番やっぱ初めて自分たちが大きな広告の仕事を取れた時。どんな気分でした、その時？なんか小さなことだけどなんか確実に自分たちのキャリアにつながってるっていうのを感じられたので、うん、AMIさんの考える自分らしい生き方なんですか？まあ生きてたらこう年齢とかやっぱ人の目とかいろんなことが、ね、気になったりとかすると思うんですけど、やっぱ自分がどうやって生きていきたいかっていうのを大切に自分の信念だったりとか、うん、信じるものをなんか持ち続けて生きていくこと。AYAさんはいかがですか？私自身と2人のアイデンティティを大切にすることが生き方につながっていくし、それをなんか表現していきたいなと思う、うん、自分らしい生き方を貫くためにはどうしたらいいですか？やっぱ自分が楽しいとか幸せだとかそういった感情、自分の素直な心の感情を大切にすること。では、いつ売れたと思いましたか？30年で、ね、うん、じゃあ2年前、うん、注目されて良かったところは？やっぱその自分のスタイルを大切にすることとか、自分たちのアイデンティティを前に出してそれを感じてもらえたりとか、うん、そのエネルギーになっていったりとかっていうことができてるんだったら、それはすごい注目されて嬉しいことで、うん、幸せなことだなと思います。注目されることで変わったことは？変わんないね。変わんないのがいいところなんだと思います。その秘訣はあるんですか？変わらないために。感謝の気持ちを忘れないこととか、自分たちが積み重ねてきたことを大事にするっていうこと。うん、どんな人でいたいですか？やっぱエネルギーにあふれるパワフルな女性でいたいっていうのはすごい思いますね。うん、個性とは何でしょう？人それぞれにあると思うんですけど、うん、私たちの場合はやっぱり双子っていうところが自分たちの個性。おしゃれとは？好きなものを楽しんで着ているのがやっぱおしゃれだな。私が思うおしゃれとあの人が思うおしゃれっていろいろあると思うんですけど、やっぱその気持ち、マインドが大事だなって思うんで。では、可愛いとは？こちらの魅力がにじみ出てる人が可愛いなって私は思います。音楽とは？なんか自分自身とこう向き合う時間もそうですし、自分の心とすごい近いところにいる存在って感じです。 DJ としての活動はいつからですか？20歳の時からスタートしました、うん、音楽でのスタイルを一言で言うと？四つ打ちのキックがある感じが好きです、うん、音楽を始めたきっかけは何でしょう？パフィーさんに憧れてっていうのもあります、うん、では、この時期に聴きたい楽曲といえば？ゆきちゃんの曲、一番新しい「まばたき」ってアルバムで「聴き間違い」っていう曲があって、その曲がすごく好きで聴いてます。私もゆきちゃんで「ジョイ」っていう曲で。では、コロナ禍での取り組みについてもお聞きしたいんですが、うん、ステイホームで始めたことは何でしょう？家でもファッションはどこにいても楽しめるよっていうのをコンセプトに、うん、ラブファッション、ラブユアセルフっていう、うん、ハッシュタグを考えておうちファッションっていうもう毎日こう発信していくっていうのを自分たちの中で始めて、それをやってましたね。お二人は一日中ステイホームする日はどんなファッションされるんですか？日によって、まあ、着たい服は着る感じなんですけど、例えば今日みたいなドレスも？あ、ドレス、こういうなんかドレスはあんまり家では着ないけど、長いロング丈のワンピースとかは着ますね。突然人が友達がやってきて、着替えなきゃってことはないんですか？あんまりないですね。ステイホーム中に料理も楽しまれるということですが、はい、お料理はきちんと派ですか、それとも即席派ですか？きちんと即席が混ぜた混ぜた。お互いが作るもので好きなメニューはありますか？あみちゃんのナムルが好きです。はい、ポワレ。ポワレ。レベルが高い。ちなみにお家で他にこう音楽楽しまれることもあると思うんですけど、DJ とかされますか？はい。家でもDJ ブースがあるので、そこで音楽かけながら料理したりとかお掃除したりとか。素敵。さてではおうちコーデとは？外に着ていくファッションと同様になんですけど、やっぱ自分が着たいと思うもの、自分のテンションの上がるものっていうのをお家でも着るようにしてるし、それをすることによって気分が上がるから本当におすすめです。うん、コロナ禍で変わったことはありますか？海外のお仕事だったり海外行くことが多かったので、まあ、今は海外に行けないし、その中でもやっぱ自分たちにできることとか自分たちのやりたいことっていうのをやっぱりすごく明確になった。逆に変わらないことはありますか？好きなものを楽しむっていうことで、私たちはファッションが大好きなので、そのファッションを楽しむっていうことはずっとコロナ禍でも変わらないことです。コロナ禍でも大切にしていることは何でしょう？今までは忙しすぎて気づかなかったこう自分のなんか近くにあるものだったりとか内側にあるものだったりとか、そういうことがなんかより自分の中で大切になったし、すごい気づくことが多かったなって思います。イベントが少ない中での今取り組みどんな感じでお仕事なさってますか？コレクションの時期にAMIAYAストリートスナップっていう企画を自分たちで考えて、その海外のファッションウィーク同様にストリートスナップを撮るっていうのをやってて、2人でこう考えてそれはやってます。コロナが明けたら行ってみたい場所はどこでしょう？行ったことないところにもっともっと行って、新しい景色を見たいなっていうのはすごい思いました。BMC の世界の若きクリエイティブタレント100人に選ばれた時の気持ちはどうでしょう？自分たちのそのやってきたことがこう一つ認められた気がして、すごく自信になりました。ちなみに映えポージングを一つだけ教えていただきたいんですが、映えポージング、映えポージングという言葉に不慣れなんですけど、何かこう二人写真撮るときはやっぱこう顔を近づけて、あと横見く感じよね。とかこういうちょっとポージングなのかわかんない。インスタの写真で気を使っていることありますか？色合いはすごく気にしてて、本当に鮮やかですよね。鮮やかなのがやっぱ自分たちのインスタを見ててなんか楽しんでもらえるポイントかなと思ってます。服選びのポイントは？子供っぽく小さく見えないようにこうボリューム感を持たせたりとか、あとはこうなんだろう、老眼なのでそれも子供っぽく見られないようにメイクは濃いめにしたりとか。ファッションアイコンと呼ばれることについてはどう思いますか？そうですね、2人の目標が日本を代表するファッションアイコンっていうのがこう目標なので、世界に通用するファッションアイコンになっていきたいです。SDGs はご存知ですか？はい。実際に個人的にやってることありますか？自分がお買い物するときにそういうサステナブルなブランドを選んでいったりとか、そういう背景を気にしてお買い物していくとか、毎日使う洗剤をエコなものに変えたりとか、本当にちっちゃなことなんですけど、その積み重ねも大事だと思うので、できることからやってます。 SDGs に関してジュエティで取り組んでいることもありますか？県民活動に充てられるものにショップ袋のお金がなったり、使わなくなった洋服っていうか、そういった廃棄のものを使った何かアイテムっていうのも作ってみたいなと思いますし、あとは古着とかヴィンテージのカスタム、それを JT でこう販売したりとか、そういうのをやってみたいなっていうのは思ってます。では今年の抱負を教えてください。やっぱりそのファッションの持つパワーっていうのがあるので、それをプラスのエネルギーにしてみんなでシェアしていけたらいいなと思います。では今一番挑戦してみたいことありますか？私はフラワーアレンジメントと角、自分たちの引き出しを増やしていけるようなものを何かやりたいなと思ってます。今後の夢ってありますか？年齢とかやっぱそういうものにとらわれずに、自分を表現することとか自分の人生を楽しむっていうことを私たちを通して、あ、こういう殻を破っていってもいいのかなとか、こういうボーダーを引かないで、ボーダーラインを引かないで、もっともっと超えていってもいいのかなって思えるような、背中を押していけるような、そういうなんか存在っていうのを目指して自分たちも頑張っていきたいなと思います。はい、では今お二人が世界へ発信したい言葉は？そうですね、私は先の光を信じるっていうことですかね。私は愛ですかね。愛みんなで手を取り合って、今の大変な状況をみんなで手を取り合って乗り越えていきましょうっていう、愛ですね。いいですね。愛は大事ですね。はい、ありがとうございます。ではこれ100問目の質問です。次世代の若手に言いたいことは？挑戦すること、行動することってすごく自分の経験を通して大事だったので、今の若い方たちにもそういう挑戦を恐れずに冒険しながら、自分を信じて進んでいってほしいなと思います。やる前に考えすぎちゃう人、若い方も多いと思うんですけど、そうじゃなくて行動することで、好きなことがあれば行動できると思うので、それが大事だと思います。2人の今の姿がある秘訣でもありますもんね。そうですね。ありがとうございます。100問終わりました。いかがでした？すごい、たけさん答えね、すごい、でも楽しかったです。あとちゃんと目標を持って進むというお二人の姿がすごくこうなんだか背中を押されるような気分になりました。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も本当にありがとうございました。